すべてを脱ぎ捨てて味わう全裸飯の解放感。これが運命の出会いなら多分史上最悪だ。一条颯太は金融庁のエリート、仕事第一の日々を送っていた。そんな時、亡くなった祖母から手紙が。たまには遊びに来てください。泥棒。そこで出会ったのは三木真宙。水瀬さんの友達だよ。人が大切にしてたものもっと大切にした方がいいと思う。お願いします、さっきの材料俺に売ってください。正反対だった二人を料理がつなぐ。彼氏のふりしてくれませんか。スパイスの刺激は恋の刺激に。自分の気持ちに素直に後悔しない人生を歩んでほしいんだ。このまま二人でいられたらなって。キスしてみないか。4月13日スタート。